こんにちは、ステレオカメラの相場です。今回ご覧いただいてますレンズは、ライカが、初めて製造した広角レンズと言われております、エルマー 35mmF3.5 になっております。はい。はい、ご覧の通りですね、エルマーの、ちょっと見にくいですけども、エルマー 35mmF3.5 ですね。シリアルがちょっと見にくいと思いますけれども653478ですので、1948年ですねの製造のエルマ 35mm ということになっております。ご覧の通りですね、エルマのですね 50mm を沈動させたこのような形のレンズになっておりますね。非常にコンパクトで薄い小さなレンズになっております。はい。ご覧の通りのクローム仕上げですね。はい。では外観から見ていきます。はい。外観はですね、ご覧の通りやや、経年感、使用感があるものの、全体的に綺麗な状態ですね。はい。ご覧の通り、クロームの仕上げがきっちりと残っておりまして、劣化や、擦れ傷などほぼあまり見られない状態ですね。フロントのこの部分に、多少この黒い塗装の、欠けが見られる程度ですね。はい。マウントはスクリューマウントですね。ねじ込み式の L マウントと言われるマウントですけれども、LM アダプターをですね、オプションでお選びいただけるものをお使いいただければですね、ライカ、M3 ですとか M8、M9 などのデジタルカメラでもご使用いただけるマウントになっております。はい。はい、いいですかね。レンズもですね、前玉、後ろ玉、ともに大変綺麗で、擦れ傷、引っ掛け傷、コーティングの剥離など見られないような感じになってますね。非常に綺麗なレンズですね。中玉にも曇りカビや、ホコリチンの混入、ほぼ見られないですね。大変綺麗なレンズになっております。はい。絞り膜も滑らかに動いてますね。はい。羽に油の痛みや、油のりや痛みなど見られないんですけれども、ややちょっと古びている感じはしますけれども、動きに全く難はないですね。はい。はい。ピントもヘリコイドもですね。ちょっと固めではありますけれども、滑らかに動いてますね。はい。固着してしまっているというよりは、もともとちょっと、こう、固めの、ヘリコイドという感じで、固めのトルクという感じですね。いっぱいまで滑らかに動作しております。はい。無限のロックもきっちりと効いてますね。はい。という感じの、非常にいい状態のですね、エルマー 35mmF3.5 になっております。この状態の感じだとですね、過去数回、まあ、10年以内にはオーバーホールをきっちり施していただけているんじゃないかなと思います。当個体ですけれども、前玉に、ご覧の通り、薄いブルーのですね、コーティングがかかっているブルーコーテッドのバージョンになります。はい。なかなかレアなレンズですね。はい。付属品は、こちらのリアキャップと、ライカ純正のフロントキャップになっております。こちらちょっと、やや摩耗がありますけれども、このキャップとしての機能に全く問題はないですね。はい。ということで、大変人気の、非常にまたレアな広角レンズになります。ライカ、エルマー 35mmF3.5。クローム仕上げになっております。ぜひお早めにチェックしてみてください。以上です。